じゃあ反対に、こんなさ、いい話ばっかしてるとさ、確かに。お前ら自分のチャンネルだからそうやって言ってるけどさってなっちゃうから、はい。はい。これだけ逆の質問しようかな。はい。いいっす。ワンナップに来ても、上手くなりませんとか、合わないですよっていう人って、どんな人なのえっと、今まで全然いましたよ。全然いました、全然いました。もちろん、上手くなる方だけじゃなくて、今登録の言ったように来ても、変わらない方だったり、上手くならなかった、うん。俺の理論じゃ。 そういう方もいるんだけど、うん、そういう方って、うん、これは本当俺の勝手な意見になっちゃうんだけど、うん、印象として伝えていい。うん、すごく自分が強い方、変えたくないものがたくさんある方だったり、うんうん、あと、半信半疑の方。言っても違う直し方を俺はするわけだから、うん、本当にそれでいいので取りかかると、うんうん、やっぱり直んないよね。 何でもそううだだと思うんだけど、うんうん、やっぱり信頼関係にななわけじゃない、ね、短時間だっってやぱり自分がどんなことをやろうが直したい、上手くなりたいって思ってくださる方は、やっぱその場でナイスボールは何発も打てる。でも、1時間2時間やってずっとスライス悩みで来てスライスがずっと治らない方もいた。うん、でもその方って、 と思い切りが足りない方がほとんどだったね。例えば、じゃあ、極端な話、うん、ボールがまっすぐ行く原理として、うん、フェースの向きを意識して、じゃあ、フェースがこうやって開いて当たってました。うん、フェースをまっすぐする動きってどうやってやりますかっつって、こうやって構えさせて開かせて、うん、こうやってやって、ま、うん、っすぐにしてくださいってっ誰でもこうやってやるわけ。そうね。それを、じゃあ、9時3時行かないぐらいで、9時の時点でこうやって開いて、うんうんうん 3時の時点でこうやって閉じてください。うん、で、こうやって9時3時でこうやってやったの。うん、それもできるわけ。うん、じゃあ、それで打ってくださいって言ったの。うん、こうやって打っちゃうね。ね、うん。だそれの意識をもっと強く持ってくださいが、うん、ずっと持てなかった。うん、あ思い切ってできない。できない、うん。そういう方もいたし、結局自分のこうなりたい、こう変わりたいっていうものがなくてレッスンに来た方は、2時間やっても変わらない方。うん だ俺も、どこを直したいですかって聞いても分からない。そうすると、僕が好みのスイングになっちゃいますよって、その方がね。うん、うん、うん、あ、まあ、それでも、ああ、いいですよ、みたいな。あ<ー>それだと、ゴールがもう分からないんだよね。そうだね。うん。自分がどうなりたいかがないから。だから、2時間俺が喋って、上手くなるわけじゃないから。うん。ね。だから、自分がここを直したい。うん。動きでもいい。うん。ボールでもいい。 そういうものが明確じゃないと本当にレッスンって成立しないからそしたらそういう方が例えば10人来たらじゃあみんなで同じことやりましょうねって結局なっちゃうじゃないそれだったらレッスんとに何かこう形あるものを作り上げるだけだからゴルフってやっぱボールをね打ってカップに入れるスポーツだから自分の意図した球が打てないとなかなかそのね 打数少ななくカップインででききることってできないからさうん、うん、今までそういう方は何人かいらっしゃったけどもちろんそこまでのレベルにまだこう初心者の方なんかは行ってない場合が多いじゃないそうだね、うん、そうすると何をしていいか分かんないだそうするともちろん基本から言うんだけどその1から8ステップの重要性なんかもそうなんだけど、うん、そういうのがしっかりやらないとダメだし、うん、それはじゃあ言ったことが思いっきり できなくてなかなか右に行くのが直んなかったりするけど例えばその場では信じてというか、うん、やってみたら、うん、ナイスショットが出ました、うん、けど信じられない人もいるわけじゃん、うん、なんていうんだろう納得できない人っていうかんかあのナイスを打って首かしげる人とかそういう人もなんてうの信じきれてないからやっぱりうまくいかないのその場では打てても、うん やっぱりその先続かないというか。続かないよね。俺、その人の名前、背格好、キャディバッグ、クラブ、スイング、球筋、ドライバーのシャフト、全部覚えてる俺。ええうん。それぐらい印象が強いからね。ナイスを打ってるのに首かしげる人うん。それに俺が首かしげるから。でも一人じゃないでしょ一人じゃない何人かいる。何人かいるけど、 俺の記憶の中で3人いるんだよね。だけど、全部覚えてる。へえ<ー>。だからそれは、うん、そのスペックだと、その玉筋が妥当ですよ。絶対それぴったり合ってますよっていう玉筋を打って首をかしげてるから、スペックまで全部覚えるわけよ。あ、そうなんだそ。そうよ、そうよ。アイアンもそう。そうか、そうか、そうか。なるほどね。うん、クラブによって打てる球が違うんだよね。違う、違う。違うから。まあ、ハンドポジションだってそうだし。うんうんうん。 まあ、スイングもそうだし、そもそものクラブの特性っていうかね、そういうもので弾質って変わるのに、うん、だから、それもちゃんと説明するんだよ。<ー>このシャフトとこのヘッドのマッチングだとこういう弾が出やすいんで、うんうん、あまりそれと逆の弾を狙わないでくださいねって。ただ、それは今まで無理やり打ててたでね、はい、無理やりじゃないと打てないから。うんうん、でも、やっぱその無理やりの弾を打ち続けたい。でも、それは、 変な話し、無理やりなスイングでその球を打つって、一か八かな。そういうのって、その安定感とは違うし。そうだね。でもその方は、ドライバーを安定させたいって言って。うん、安定させたいっていうのが一番上に来るんだったら違いますよって。 スペック変えるか、打つ球変えるかとか。そう。じゃないと、安定はしません。じゃあ、仮に一回騙されていただいて、うん、僕のね、うん、安定感が出るずっと同じ球を、出続けるスリングと、球筋を打ってくださいねって言ったら、うん、やっぱりずっと同じような球が出るわけ。出るんだ。やっぱそれだと首かしげるわけ打ちたい球ではないんだ。ない。逆球だからね。だから逆球ってもちろん気持ち悪いのはすっごいわかるの。多分その方よりも球打ってるから。<laughs> ああ逆球をね。そう。 わかるよ。すっごいわかる。だけど、一番最初に安定感っていう言葉が来てるんですよね。はいはいはい。そしたら、頭の中を変えないと、ダメですよね。だからもうめっちゃくちゃ覚えてるから。そういうことか。なるほどね。そういう例もあるってことね。ナイスが打てても合わない方もいらっしゃるそうそうそう。だから、そういう方は、だから、もちろん違うスイングだったり、違う球筋を、 こう、打たせてくれるレッスンに行った方がもちろん全然いいわけよ。そうだね。うん。そう、来ていただいたのはありがたいんだけど、無理にうち来てうち来てってわけじゃないしね。そうだね。うん。そうだから、会う会わないだから、たまたま、たまたまっていうか、その方にとってはうちが合わなかっただけだから、そうだね。ただ、勝手に記憶しちゃうんだよね、そういうの。まあそうだよね。でもこれでじゃあ、あれかな、嘘じゃないっていうのを信じてもらえたかな。お一人でいいよ。 信じていただけるの。そうだね。そうだね。そう。だから、あの、本当に、その中でも、登録者がね、1>, うん、1万人近くまで行くなんて思ってもなかったし、そうだね。うん、本当ゼロからだったからね、徹君と俺は。いや、本当だよね、うん。何にも知名度もない。そうだね。うん、その中で、本当に嬉しいしかないよね。な<い>大阪行く前に1万人行ったら、もう本当に、 道頓堀だよね。そうだね。ダイブする。ダイブするしかない。<laughs> <laughs> <laughs> でも行かない、ギリギリ行かない計算なんだよな。でもお、同じぐらいよね。なんとなく。まあ、9900人ぐらいじゃないわかんないけどあ<ー>あ。いや、でももう、そんなんだったらもう全然。まあ、ほぼ一万だね。うん、俺はもう絶対タイガースのメガホン買うから。<laughs> そうだ。もうあの、色がたまんないから。ねああ。色はいいけど。そう。トル君と僕あの、 黄色好きなんですよく知ってんね、黄色好きなの。ト録ルだってもう、あの、ダンクもそうだし、そう、まあ、まあ、何年前 ?20 年前の話や、それ。あの、黄色と黒、黒でね、ダンク入ってたのが、もう、めっちゃくちゃ印象的で、で、ト録ルその色買ったのって、俺黄色好きって言ってた。もう、それでも記憶してるから。あ、そうなんと、ほんに、バカでも記憶力がいいんです、僕。いやー、すごい、20年前の話ですね。 二十歳ぐらいの時でね。ね。ほんと、記憶はね、すごいある。だから、ソトく君がずっと黄色好きってのは知ってる。<laughs> その時から黄色好きなんだ。そう。俺ね、神さんがね、なんか占いかなんか好きで、うん、名前とか、名前だったかな生年月日とかかな、うん、かな,なんかでこう、色診断みたいなのをして、2色、うん、出てくるらしいのね。うん、それ俺すごいのが黄色と黄色だったんだって。そんな人いないんだって。真っ黄色だ。<laughs> そう。終わってる黄色もんで、ね。<laughs> <laughs> <laughs> あそう,そう黄色と黄色とかありえないってだからこういう極端な性格なんだねって,ってなるほどねそうそうだから、あのー、レッスンをやってて最近ほんとつくづく思うことっていうのはやっぱりちょっと一つの考え方っていうのがすごく大事でそれがご自身の頭の中にあればこう絶対上達の手がかりになるっていうことはもう,うん、うん、ほとんど間違いないと思うんだよね。うんうんうん だからそれを人に投げたら、スイングは人のものになっちゃう。作り上げられちゃう。だから自分で考えられる内容が多ければ多いほど、自分の中で再現性の高いスイングが出来上がる。っていうことは、うん、頭の中に入れといていただきたいポイントですね、うんで。今回はですね、スイングに対しての思いをですね、動画にしていきました。いや<に>違う違う。え、俺がすごいいい先生だって言って。そうなんです。トオル君がですね、勉強の中でですね、<laughs> かなりトップの。<laughs> 教えをしてですねオンラインサロンの方はワンナップゴルフスクールだけ。うん、なんで、徹君はワンナップスタディっていうのですね、<laughs> あのもしかしたら今後やるかもしれないのであの、お子さんなんかですね、受験生がいらっしゃいましたら、えー、1時間50万ぐらいで <laughs> そうです。そうですよね。あぜひあの勉強の方ですね、<laughs> あの茨城県の方までしに来ていただければと思いますんで、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。 オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスンの先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。